チャオ、あーちゃんです。今日ね、和歌山ロケということでね、メイクしていきましょう。よいしょ。まつげをね、コーンで溶かして、よいしょ、ね、まつげクエキ、なんかポーポー抜いてたな、なんかポーポー抜いてたかな、これはなんかペッペペーンって言って USB が認識してません。あ、これはマウスか。よいしょ。ではメイクしていきましょう。今日はね何をしようかな。まず日焼け止め、今日曇りやけどね、曇りの日も日差しがまあまあね出るから、足も手も寝忘れる。ああ、やっときましょう。首とかもね、全体的に寝るとかも、みんなね、あんまり今日はどんな服着ようか決まってそんなのする気はないね。でも一応ね、全身塗っとかんと日焼けした家やからね。曇りの人意外とね、日焼けするらしいのね。だから気ぃつけなあかんらしいんだけど、よいしょ、足も塗ったし、よいしょ。どうしようかな、今日はね、何から行こうかな。BB クリーム、BB クリームがないわ。あとは下の方に、なんかね、オイラのメイクしてもらった時のあそこね、テンってつけて、優しく優しく優しく広げた。こするんじゃなくて、ててメイクはね、優しく優しくと言われてんだけど、ついついね、ゴシ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 やってたら、
な感じで、ジュンジュンってやってたの。結構ね、もう下地を綺麗に塗ってたな。こっちゃん結構下地いい加減やから。なんだらいいね、綺麗に綺麗に。よいしょ、で、粉。コフレードオールぐらい。粉。眉毛を割りますからね。これ赤にするやつね。赤の眉マスカラでちょっと感じで。アイシャドウ、おわ、このコマになってる。顔の色がね、崩れて変になって、この辺汚くなってる。使う色じゃなくてよかった。
にピンクにして、下にピンクを入れて、赤を入れて、どうしようかな、何でいこうかな、黒シャドウの方が何回も言ってたのかな、仕組みをしていく、ジェルスチュアートのね、今黒やねん、これでいこう、こんな感じ、2つ合わせた、こんな感じにして頬紅チーク、真っ赤な紅引いてもいいんだけど、ちょっとアホっぽいからな、真っ赤な紅行きたいって言うんやけど、ちょっとやめとくか、これで押さえて、で唇、いつもでいこうか、よいしょ、丁寧に、どっか今日買おうかな、今口紅ね、マスクがみんなマスクするから口紅売れへんねんって言ってたよ、でちょっとクロスを、あ、しまった、薬飲んでこます、さっき口紅って、今日の
抹茶メイク完成です。ちょっとヘアアイロン伸ばして、よいしょ、ミルボンの、ね、UV カットね、外行くときはこれ、これ頭皮にもええねん、頭皮にもね、地肌にこれ塗り込んでたら、ね、頭皮日焼けも なくなるんやって、頭皮にも使えるミルボンらしいです、ね、赤のね、よいしょ、温度が上がりきってね。無理でね、湿度が高いからすっごいね、体も重いし不快やし、髪の毛見て見て、熱々伸びてくれ、後ろはね、そうでもないけど、前と横がすっごいくせ毛でさ、シュッシュッ、はい、今日のあっちゃんのロケメイクこんな感じで完成です。ということでお着替えします。はい、お着替え終わりました。今日のあっちゃんのお出かけコーデは、ロケコーデはこの前ね、ラベールで買った900円ワンピー、これで行ってきます。では今日は和歌山へ行ってきます。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのメイク良かったよと思ったら高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。